宮沢賢治作セロ引きの豪手次の晩もゴーシュは夜中過ぎまでセロを引いて疲れて水をいっぱい飲んでいますとまた扉をコツコツ叩くものがあります今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思ってコップを持ったまま待ち構えておりますと 扉が少し開いて一匹の狸の子が入ってきました。坊子はそこでその扉をもう少し広く開いておいて、ドンと足を踏んで、こら、狸、お前は狸汁ということを知っているかと怒鳴りました。すると狸の子はぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、 どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらく経って、たぬき汁って僕知らない、と言いました。ゴーシュはその顔を見て、思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、では、教えてやろう。たぬき汁というのはな、お前のようなたぬきをな、 キャベツや塩と混ぜてくたくたと煮て俺様の食うようにしたものだ。と言いました。するとたぬきの子はまた不思議そうに。だって僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行って習えと言ったよ。と言いました。そこでゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ 俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。狸の子はにわかに勢いがついたように、一足前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらって来いと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。狸の子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだ ではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ、愉快な馬車屋って、ジャズかああ、この符だよ。たぬきの子は背中からまた一枚の符を取り出しました。シュは手に取って笑い出しました。ふぅ、変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか ゴーシュは狸の子がどうするのかと思ってちらちらそっちを見ながら弾き始めました。すると狸の子は棒を持ってセロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうと タヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの二番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよゴーシュははっとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても、 少し経ってからでないと、音が出ないような気がゆうべからしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。人格子は悲しそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが。どこが悪いんだろうな。では、もう一遍聞いてくれますか いいとも、引くよ。合ュは始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げて、セロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来たときは、今夜もまた東が,がぼーっと明るくなっていました。ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。 狸の子は大変慌ててふや棒切れを背中へ背負ってゴムテープでパチンと留めておじぎを二つ三つすると急いで外へ出て行ってしまいましたゴーシュはぼんやりしてしばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが街へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと急いで寝床へ潜り込みました